安全だ。悪くない。厄介者にしてくれて助かったよ。マジかよ。タバコがうまいってことは生きてるってことか。ったく、タバコもゆっくり吸えやしねえ。最後のタバコだ。ゆっくり吸ったらどうだ。優しいついでにこの戦いの真相を教えてくれないか。いいだろう。ロシアでクーデターを起こしたとき、我々のバックにはアメリカがついていた。やはり大統領か。我々の政権を支持するという約束でね。何？どういうことだ？だが我々は騙されていた。アメリカにはリーダーシップを取り戻すための戦争が必要だった。戦争の口実に使われたってわけか。やられる前に宣戦布告をした。それだけのことだ。大統領のやろうとしたことは許せない。だからといって大量殺戮兵器の使用が許されるわけじゃない。これは正当な報復だ。アメリカの許可など必要ない。やるしかなさそうだな。Come on.
どこに飛ぶ。しぶといやつだぜ。これはどう。早すぎる。くそ、スーツの反応が悪い。ルーダ、リミッターの解除を要請する。危険よ、あなたの体が持たないわ。やられちまえばどの道も同じなんだ。早くやってくれ。落ちかったよ。それでどうだ。どうだ。同時に操っていたようだ。こいつは小型の核爆弾だ。楽しませてもらったよ。ザイゼン、貴様コロニーごと吹き飛ばす気か。こんな物騒なアメリカに返すと思うか。そんなことより早く見せてみる。この網は黒いな。ふざけやがって。エルダ、そっちに向かう。上にある脱出用ポートに乗って。わかった。嘘でしょ。
サム。勝手に殺すな。まだ死んじゃいねえよ。サム、生きてたのね。大丈夫。わらあがきもここまでね。